コリオツの百名山レイディオ。さあ始まりました、コリオツの百名山レイディオ第3回目の放送でございます。この番組は私コリオツが百名山に登った時の感想、それから撮影の裏側などなど、台本もなくつらつらと語っていく番組でございます。もちろんパーソナリティは私コリオツが務めます。今日もよろしくお願いします。さあ、というわけでゼロから始める百名山第3座目ということで、静岡県にあります天城山に登ってきました。皆さんご覧いただけましたでしょうか。まずね、この天城山について簡単にご紹介していこうかなと思います。天城山って聞くともう石川さゆりさんのね、天城越え、これがよぎる人が多いのではないでしょうか。天城越え、はい、これはね、誰もが聞いたことがあるんじゃないでしょうか。で、そもそもね、この天城山っていう山はですね、天城山っていう最高点があるわけじゃないんですよ。いくつかの山たちをまとめて天城山という名前になってるんですね。なので最高点は磐三郎岳という名前がついてます。天城山はそれ一体の名称というわけなんですね。で、この天城山は伊豆半島の最高峰にあたる山になってます。こうね、伊豆半島を縦に割るような形で山が連なってまして、まさに天城越えといった感じで、東伊豆から西伊豆へ渡る際の難関、なんて言ったらいいんだ、難所か。東から西へ向かう時の難所として知られていた。そこで天城越えなんていう言葉が生まれたそうなんですね。そう。で、その峠道の厳しさから明治時代に天城トンネルというものが掘られまして、そこがトンネルを抜けると、そこは雪国だったで有名な川端康成の伊豆の踊り子ですね。その舞台になったのもこの天城山、そこのトンネルだったという場所になります。ここが百名山に選ばれていて、私コリオツが三座目に登ってきたというわけでございます。はい。で、今回はね、5月のゴールデンウィークに登ってまいりました。まあ人混みを避けなきゃってことで、朝の5時ぐらいかな、ハイカー専用の駐車場に駐車をして準備をしてました。びっくりしたのが、駐車場だいたい70台ぐらい止められるキャパシティがあるんですけど、朝5時の時点で4割ぐらい埋まってましたね。5時ってまだ日出てないですよ。やばいよね。フロントガラスを何かこうシェードで覆っているような車がほとんどだったので、まあ皆さん車中泊されてるのかなと思いました。確かにトイレと水道あるから、で、駐車場も広いから、車中泊するのも納得かな。うん。そんなこんなで、5時半ぐらいから、登山、そして撮影を開始しました。さすがにね、日の出前だったから、まだまだ登り始める人はなんかちらほらと、しかいないという状況でしたね。で、天城山はね、ずっと樹林帯が続く登山道になってます。ちょうどね、隣がゴルフコースになってて、その横が登山口で登っていくという感じで、登山道はね、だいたい50センチぐらいの岩がコロコロと転がっている程度で、登山道もね、横幅2メートルぐらいはあるかな。それぐらいの広さの、もう十分に人がすれ違えるぐらいの広さの登山道がずっと続いていました。で、今回はね、まあ分岐があるんですけど、最初は
万次郎岳という、一万の万に数字の二、そして郎ですね、太郎さんとかで使う郎、これで万次郎じゃなくて万次郎岳と読む山なんですけれども、ここをまず最初に目指すコース取りをしました。でね、このコースに行くにあたってちょうど川に差し当たるんですね。で、樹林帯で日も当たらないので非常にジメジメとした道が続くわけなんですね。で、5月に登ったんですけれども、もうそのゴロゴロした岩に苔がきれいに覆われている、そんな岩をたくさん見かけました。なのでゴツゴツしたイメージはあるんだけど、彩りが非常に緑、青々しい登山道、これが視界いっぱいに広がっていて、これがね気持ちよかったですね。でもって朝の6時とかなるとちょうど日が横から差してきますからね、この木漏れ日、そして苔むした岩、これはね気持ちよかったですね。そんな登山道を進みながら、横ではね川のせせらぎが聞こえてますからね。で、人はまだまだ誰もいない時間帯ということで、これが登山の醍醐味だなぁなんて思いながら、踏みしめながら歩いてきました。で、川はね、そう、川沿いを歩くような登山コースっていうのは、めちゃめちゃ道迷いが発生しやすい場所なんですよね。川ってね、すごい山の中では目立つから、川沿いに歩いちゃうことが本当に多いんですね。道っぽく見えるしね。なんですけど、実は川を渡って、川から離れるコースが正しい登山ルートだったりするので、川に差し当たったら必ず地図を見るようにしましょうね。というか、自分が心がけていることです。一回ね、川じゃなくて川が流れてた跡みたいな登山道がありまして、そこで道迷いしちゃったことがあるんですよ、過去で。ね、結構外れちゃって後を引き返した経験があるので、もう川を見たら地図を見るというのは自分は習慣づけてます。はい、そんなこんなで出ましたよ。またネタを用意したわけでございます。今回はね、楽しみすぎて眠れなかったよってことで、ザードの眠れない夜を抱いてという歌を歌いました。知ってるかな皆さん。眠れない夜を抱いて、不思議な世界へと行くっていう非常に心地いいテンポとメロディーで歌われている歌ですね。そう、コリオツね、ザード大好きなんですよ。残念ながらね、ボーカルの方が亡くなられて、もう新しい曲は配信されないんですけれども、負けないでなんかは特に有名ですよね。スポーティファイではザードの曲がなかなか配信されないんですよね。早くサブスク解禁してくれないかな、なんて思いながら歩いていくと、50分ぐらい歩いたところで最初の目的地の万次郎岳にあっという間に着いてしまいましたね。確かね、この時で獲得標高300メートルも行ってないんじゃないかな。本当に道も歩きやすくて危険な箇所もなくて、あとね、登山道に看板がめっちゃあるから、全然迷わずに行けちゃいますね。で、この万次郎岳から少しだけ眺望が開けてまして、伊豆半島の東側を眺めることができました。まずね、目に飛び込んだのが、なんだ、白い風車。高さは30メートルぐらいあるのかな?こうね、山の尾根伝いに等間隔で
大きな風車が合計すると30台ぐらいかな、ずらーっとね並んでる景色を見下ろせました。なんか Google マップで調べたらウィンドファームっていう施設だったんですよね。風力発電所のことをウィンドファームっていうのかな、ごめんなさい、ちょっと今あんまり詳しくないまま喋っちゃってるんですけど、そうそう、大きな風車がとても印象的でしたね。でさらに奥の方に伊豆半島の南側、下田とかですかね、見渡すことができて、海の向こう側にはね伊豆大島も見えました。日本百名山を選んだ深田久弥さんの本の中では、この天城山からは伊豆大島の噴煙が見えた、美しかったなんて記述もあったぐらいですから、この日はね島の形を肉眼で捉えるぐらいでぐらいの景色だったんですけど、深田久弥さんの著書によれば噴煙まで見えた、ね、自分もいつかそんなコンディションの日に登ってみたいななんて思うような美しい眺望でした。で万次郎岳で少し休憩して、いざ最高点の万三郎岳に向かいましょうということでございました。万次郎岳から万三郎岳に向かう道はね一回下っちゃうんですね。まあそりゃそうかと、ピークからピークに向かうわけですから。それでもね100メートルないぐらいかな、そんなに下らなかったイメージがあります。でね、よくある馬の背と呼ばれる場所を通って、うん、今のイメージだとねラクダの背の方が分かりやすいかな、あの U の字にへこんだ部分を馬の背っていろんな山でもね名付けられてる場所が多いですよね。そこでねふとお花が目に入ったんですね。白いお花が木に咲いていたわけです。どうやって咲いていたかというと、まあ普通に木が生えて葉っぱがあるんですけれども、そこにバナナの房のような感じですね、なんかこう下に垂れるような形、あーバナナの房は正しくないか、柳のような感じか、こう木から地面に向かって垂れるような感じで、管にたくさんのちっちゃな鈴がくっついているような感じ、そんなお花が咲いてました。そう、ちっちゃな鈴1センチいかないぐらいかなの白いお花がね密集して、それが地面に向かって垂れるような形で咲いている、そんな木がたくさん見かけられました。で万三郎岳か向かうにあたって、そのお花がどんどん増えていくんですね。この白い花なんだろうなって思いながら歩いていたら、とうとう説明書きの看板に出会いました。それを読んでて、どうやらこの花はアセビというお花だそうです。コリオツね、植物とかそういうね理科の知識が非常に乏しいものですから、あ、これアセビって言うんだっていうの初めて知りました。なんならね、あ、名前、アセビという名前すらね今まで口にしたことがなかったんじゃないかな、そんなお花です。で説明書きを見たら、どうやらアセビって毒を持った植物らしいんですね。なので動物がアセビの花を食べると、毒、あれだ、そうだ、馬がアセビを食べると酔ったようにような症状が出るから、馬が酔う木と書いてアセビって読むらしいです。そう、アセビって漢字で馬、酔う、木って3文字でアセビって読むらしいですよ。そうそう、その毒が馬を酔わせる、これがアセビの漢字の由来なんですって。ちょっと面白いですよね。
そんな豆知識も入れながら、汗びを見ながら登山をしていたわけでございます。ためになったねーこれこれはもう中学生さんという芸人さんですねいやー、でもこうね、なんて言うんだろう、ほんと恥ずかしながらね、植物全然興味ないんですよ。本当に恥ずかしながら全然登山好きなくせに、鳥とか植物とかに全然疎いですけど、今回汗びの時期狙ったわけではないんですけれども、こうして咲き誇っている姿を目の当たりにしたら、やっぱり感動しますよね。なんだろう、語彙力がないからちょっとすげえしか出てこないけどうん、やっぱお花がたくさん綺麗に咲いてる姿って、興味のない自分ですらもこうやって魅力を感じるんだなってことが改めて発見でしたね。え、俺って花に美しさとか感じるんだみたいなねえ、もう汗びはこれで絶対忘れないでしょうね。逆にこうして今まで自分が知らなかったものとか興味がないもの、こうして体験の中で一つ一つ覚えられるっていうのはすごいいい経験だし、勉強になるなっていう、すごい前向きに感じました。まあ、ちなみにね、汗びの有毒って虫除けにも使われているらしいですよ。と豆知識でございました。で、汗びを見ながら進んでいると、その汗びのトンネルという登山道が現れるわけなんですね。ちょうどね、登山道にあたる道がくぼんでいるんですね、 U の字に。で、そのくぼみの右、そして左側、盛り上がってる部分ですね。その盛り上がった地面から汗びの木がくぼみを覆うような形で咲いていたわけです。あれだな、よく卒業式の退場の時とかにさ、在校生がアーチ作ってこうトンネルみたいに作ってくれるじゃないですか伝わるかなこの表現そう、あんな感じで両サイドからね、こうアーチを汗びが作ってくれるわけです。なのでちょっと目線を上げると、さっきの白い花、房のような形の汗びが自分に向かって咲いてるような、すごいね、印象的な景色でしたね。その中をただでさえね、木に包まれた道を歩くっていう経験がないのに、自分は幸いなことに汗びに包まれた登山道をこの日は歩くことができました。これはね、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。ハイキングコースとかは手入れがされすぎてて、道幅が広かったりするんですけど、やはり登山道だと人一人か二人しか通れない狭さなので、より花を近く感じられる、そんな良さがこの汗びのトンネルにはありました。あそこはまた行きたいな。なんか秘密基地みたい。ああそうだ、そこでトトロのネタをやったんですねそう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 、トトロのネタはね、本当にやるつもりはなかったんですけど、木のトンネルを見て、うわ、これはリアルトトロじゃないか、木が避けてるということで、その時の思いつきでやってみました。猫バスが走る時にありましたよね、木が避けてるっていうシーン。本当にね、あれを彷彿とさせるような登山道でした。そして汗びのトンネルを抜けて、万座風呂岳に向かう途中で、あと少しってところで、そうだ、シャクナゲというお花がよく咲いている場所に差し当たりました。ここもね、花の説明の看板があったんですけど、残念ながらゴールデンウィークはシャクナゲ咲いていませんでした。後で調べたところ、まあこのシャクナゲっていうお花はどうやら薄ピンクの色で咲くことが多いお花らしく、5月
下旬ぐらいですかね、がピークのようです。なのでちょっと早かった。うん。で、天城尺投げと呼ばれるこの土地を中心に群生している尺投げが、この登山道でよく見られるということだそうです。これを今度見に行きたいな。まあまあ、汗びが見れたんで満足でございます。そんなこんなでバンザブロー岳に到着したわけでございます。最高点ですね、伊豆半島の。ここで標高が1406メートルだったかな。山頂にはね、横長のベンチが3つぐらい並んでて、この天城山の全体のルートの地図とか、その看板がありました。で、ここでお菓子を食べながら休憩してたところ、一人男性に話しかけられまして、なんか撮影とかやってらっしゃるんですか？そう。まさにね、コリオツが山頂に到着しましたと撮影しているところをどうやら見ていただいたようでして、話しかけてくださったんですね。そこでね、実は YouTube やってるんですよっていう話になって、お、百名山挑戦してるんですねってことで、その場でその方チャンネル登録してくださいましたね。思わぬ山の出会いって嬉しいですよね、こういうことがあると。で、そんな話をしてたら、もう一方山頂にいらっしゃったんですけども、その方も会話に参加されまして、僕なんかね、300名山登りましたからねっていう、もう熟練のハイカーさんがねいらっしゃいました。300名山ってなんだそれ。もう勉強不足甚だしいんですけど、とりあえずすげえ数だな。で、日本、もっと日本各地に点在してるんだなっていうことだけは分かりました。相当すごい労力が必要なんだろうな、300名山達成って。我は驚きましたね。で、その先輩ハイカーさんはですね、天城山の三角点、三角点って皆さん分かるかな。登山やってる方はね、ご存知と思うんですけど、最高点を表すところに石碑、石標っていうのかな、が刺さってるんですよ。ここ、これはね、国土地理院が立てているのかしら。日本の公的機関が、ここが標高一番高いとこだぜってことを表すための石碑が立ってるんですけども、どうやらね、それを使って、自分が登頂したことを証明する写真のようなものを撮ってらっしゃいました。すごくね、角度とかにもこだわってらっしゃってて、ああ、この人なりのもう楽しみが確立されてて、なんかそれを見てるだけで面白いなーなんて思いながら、山頂でゆっくり時間を過ごしていました。で、このバンザブローだけなんですけれども、残念ながら眺望がありません。これはね、ちょっと想定外だったかな。ね、自分の足でだいたい400メートルぐらい頑張って登ってきたんですけど、残念ながら景色は何も見えないというね。そもそもこの天城山自体、全体的に木で覆われている登山道で、バンジロー岳の山頂はかろうじてさっき言った眺望が見えたんですけど、それ以降はぶっちゃけ眺望なかったです。うん。時々ね、木の隙間から富士山が見えたり、南アルプスもね、ちらっと顔を出してくれてたんですけど、いかんせん木に覆われてますから、眺望がいいっていう意味での楽しさは天城山はありませんでした。残念。てなわけで、帰りは別のルートを選んで帰りました。いくつかコースがあって、帰りはね、なんか尺投げを鑑賞できるコース
なのかな咲いてなかったからわかんないんですけど、こう輪を描くように周回して帰るコースができるので、帰りはもう一方の方のコースを歩いて帰りました。こっちはね、日が当たってすごく気持ちのいい登山道でした。でもね、最初に登ったコースと比べると、最初の方は汗びのトンネルがあったり、バンジロー岳っていうピークがあったりして、あと川も流れてましたね。非常に変化に富んだ登山道が続いてたので、意外とねスイスイ登れちゃったんですけど、帰りのもう一方の登山道は確かに日が当たって気持ちいいんですけども、もうね似たような景色の登山道をひたすら歩く。しかも行きに登ったコースよりも距離が長くて、なんだろう、こう変わり映えしない登山道をひたすら黙々と下るような、そんな登山道でした。なのでどちらかというと精神的にきつい、うん、これは想定外でしたねああこんな感じかなんて思いながら、もう一方の登山道から下山したわけでございます。下山はね、だいたい7時、朝の7時とか8時ぐらい、この時間帯下山してたんですけども、だんだんと太陽が出てきまして、日に当たる場所が増えてきました。そこでね、出てきたのがコバエですね、ハエです。ちょっとね、虫苦手な人はごめんなさいっていう話をするんですが、なんだ、日の当たる場所にハエがこう、なんだろう、カバシラみたいな感じ、ハエ柱。うわぁ、もうなんか気持ち悪いね。ごめんなさい。もうほんとハエがね、集まってるんですよ、日の当たってるゾーンに。でも登山道の本当に道の真ん中とかに密集してるから、うえーとか思いながらこう、手で払って、もうサクサク下山してました。虫苦手な人はね、結構厳しいんじゃないか？だから、サングラスかけたり、ネックウォーマー、あとはバフっていう呼ばれる輪っかの布があるんですけど、それでね、口を覆って、ハエ対策した方がいいかもしれませんね。やはり暖かくなってくると虫たちも元気になってきますから、虫が苦手な人は、だってね、虫除けやったところでね、虫が飛んでる場所に自分が歩いちゃったら避けようがないですからねこれはしょうがないことですから。ハエだって悪気があるわけじゃない、当たり前ですけど、お邪魔してるのは私たち人間でございますから、うん。てなわけで、このハエの大群と帰りは戦いながら下山をしておりました。ちなみにね、天城山だからハエが多いというわけではないと思います。去年のいつ頃かな、梅雨の手前ぐらい、5月に箱根の方の山いくつか登ったんですけれども、その時もね、ハエがいっぱい飛んでましたね。これはだから、時期。によるのかな。春特有の低山、低い山に起こりやすい特徴なのかもしれません。虫が苦手な人は、虫が住んでないぐらい標高が高い山とかあとは木が生えてないようなとこですね、火山とか、そういうところを選んで登山した方がいいかもしれない。うん。まあまあ。そこはちゃんとした調べをしましょう。うん。せっかくの登山も気分が下がって台無しになる可能性があるので。まあ自分は虫はへっちゃらなんで、多いなぁとか思いながら下山をしたわけでございます。下山をしたのがだいたい朝の8時半ぐらいかな。うん。休憩含めてトータルで3時間半ぐらいで駐車場に戻ってきました。そこでびっくりしたのが、朝の8時半で駐車場満車でございました。びっくりだよね。
天城山なんてさ、まあ普通に考えたら首都圏だろうと東海地方だろうとどんなに近くても1時間半とかアクセスかかると思うんですけど、じゃあみんな家何時に出てるのっていうね。さすがハイカーの朝は早い、侮れませんね。皆さんも土日で車で向かわれる際はかなり早く計画をした方が良さそうです。で、下山後にいつものように、まだ3回しかやってないけど今回の登山を振り返るっていう動画を撮ったんですけど、ここで百名山バッジを買ってないことに気がつきますね。この企画で集めている百名山バッジ、今日3個目ですから、どこで買ったらいいんだと。天城山なんて、まあ比較的難易度の低い山だから山小屋なんてないわけなんですね。宿泊を要するような山じゃないので、下山しちゃったよと、おいおいどこにバッジ売ってるんだよというところで、隣に天城高原ゴルフコースというものがございまして、ゴルフ場のフロントに百名山バッジが売ってたんですね。これはね、さすがに下調べをして伺いました。さすがにね、バッジをその場で探すっていうのは販売している場所の営業時間にもよるので、これだけはガチで下調べして向かってます。で、このゴルフ場のフロントに行く際は必ず綺麗な格好で伺いましょう。自分もね、登山靴はかなり土で汚れてしまった状態なので、動画でも少し入れましたが、靴を履き替えて伺いました。これはね、最低限のマナーですね。ありがたいことにゴルフ場の入り口にスリッパが用意されてるんです。ハイカーさんは靴を履き替えてご入場くださいと。どれだけいい施設なんだとか自分は思ったんですけれども、基本はね、登山以外の場面では使用後の登山靴は履かないように心がけなきゃいけないなと改めて自分はここで認識しました。で、フロントに向かいましてですね、バッジが2つ販売されていることを発見して、またどっちにしようかなってね、悩むんですよね。ここでね、売ってたのが鹿が描かれた天城さんのバッジと、赤い花があしらわれた天城さんのバッジ、合計2種類が販売されてました。まあ鹿は今回の登山朝一でお見かけしてます。鹿ね、結構好きだからこっちにしようかなって思ったんですけれども、天城尺投げ、お花があしらわれた方のバッジを買いました。鹿のバッジは二座目に登った丹沢山、ここで鹿のバッジ買ってますから、今回は天城尺投げのお花のバッジを選んだというわけでございます。やっぱね、彩りのあるバッジっていいよね。シルバー一色の武骨でシックなものもかっこいいんですけど、筑波山もね、わざわざカラーの方を選んだりしたので、なんだろう、花に目覚めたのかな俺そう、お花の絵が描かれているバッジはやっぱりお花の色、カラーリングが施されているので、すごく目を引くんですよね。これを機にね、一座につき一つの花を覚えるぐらいの勢いで知識量増やしていきたいななんて欲張ったりもしながら、無事3個目のバッジをゲットしたわけでございます。それではここで視聴者さんのお便りコーナー。このコーナーは前回の放送に寄せられたコメントを読み上げていくコーナーになっています。というわけで、丹沢さんの動画に寄せられたコメントです。一の飼い主さん、脱水だよ、気をつけるんだよ。
ありがとうございます。これはですね、前回の丹沢山のコースが非常にロングでタフなコースだった、そこでコリオツが足をつってしまったとお話ししたことに気遣ってくださったコメントになりますね。いや本当に気をつけなければいけませんね。逆にこう挑戦したことで自分がどのくらいで足がつっちゃうのか、それからどういう持ち物を用意しなきゃいけないのかっていう発見を得られたことが非常に収穫になりました。今後ね、地方遠征とか行ってどんどん厳しい登山を強いられる場面が出てくると思うので、この2座目で得た経験を生かしていきたいなと思っている所存でございます。はい、というわけで百名山レイディオも今回の放送はそろそろおしまいになります。いかがでしたでしょうか。ここまでね聞いてくださってる方は少ないんじゃないでしょうかね。毎回30分を超えるような長さですから、ここまで聞いていただき本当に感謝です。ついに3座目登り終わりました。次は4座目の挑戦になります。果たして次はどこの山に登るんでしょうか。皆さん楽しみにしていてくださいね。それでは本日の放送はここまでです。また次回。